めっちゃ撃ってっけど、え、ちょやられてんだけど、吹っ飛ばされてる。あ、こっち来た。彼なら大丈夫だ。貴重な、貴重でもないか別に。あ、ごめんなさい。そこの BGM 変わっちゃいましたね。俺たちポポルさんの村から来ました。もうダメだ。手紙の件についてお話を聞きたいんです。この村はおしまいだ。こういう陰気な輩であったな。村長、だってあなたが手紙を出してくれたんですよね。知らない。手紙など知らない。どういうことだ。他の者に聞いてみた方が早そうだな。村の者に聞き込みをしてみよう。ここ村はもうおしまいなんだ。ありさまよ。来るな、来るな。この村はどうなってしまうの。ゆうべも魔物が襲ってきたんだ。終わりよ、私たちも、お前たちも。一体何を信じればいいんだ。あー、それここでドスンやったら危ないよ。滅びるんだ、みんな滅びるんだ。恐ろしい。もう誰も信用できない。お前たちもいつか。いつか。あ、狩りへ出る前にはちゃんと道具類を揃えることをおすすめするよ。不自然に優しい人。また買いに来てくださいね。いらっしゃい。今日もいろいろ入荷してるよ。明るい人。また買いに来ておくれ。手紙を出した人？聞いたことないね。手紙？知らないな。手紙？そんなのは知らないよ。庭をお花で埋めてみるのはいかがかしら。うん、綺麗な花を咲かせてくださいね。いらっしゃい。新品ってほどじゃないが、いい武器は揃えてあるつもりだよ。はい、前通り。さて、手紙か。聞いたことあるような。知ってるのか。ないような。どっちなのだ。ところであんたはカイネさんの友達かい？そうだわ。噂には聞いてるよ。魔物狩りをしているんだって。しかりこの村の魔物も全滅できるものならしておきたいところだが。そうか、全滅か。全滅、全滅、全滅。分かっておる。魔物だ。
罠か。ミロ、我の危惧した通りだ。なる。魔物に乗っ取られていたのか。帰りが遅いから迎えに来たぞ。すまね、祭りになってしまったものでな。私も参加させてもらおう。カエネさんの村の人たちは魔物に乗っ取られてます。でも全員じゃない、人間も混じってる。この人たちは、こっちか。お姉ちゃん、この村は終わった。襲われておるぞ。あいつは魔物よ。私の夫なの。あの黒い渦は一体。これだな。やるが、ちょっと、俺たちは魔物じゃない、助けてくれ。お前たちさえいなければ全部うまくいってたんだ。すべし王者。あれは
んなのまで魔物だというのか。村人たちが巻き込まれたんだ。いや、嫌です。このままじゃ僕たち村のみんなを。そんなの嫌だ。球体の中心から何かを感じるぞ。合体した魔物の力。これしきの魔法弾幕ごときで臆するでない。ひるんだら負けだぞ。あの目の中心から魔力を感じるぞ。隠されちゃうとダメだ。躊躇してはならぬ。奴らはもはや魔物なのだ。周囲の触手は魔法を弾くようだな。を集中させよ。なんという素早さだ。詰まっておるぞ。高い場所から攻撃せよ。僕がこいつを釘付けにします。エミール、エミール、ここは僕が食い止めます。今なら あいつを後ろから狙うことができるはずです。回り込んで倒してください。ここはエミールに任せて、奴の後ろに回り込むぞ。こっちか。下からでは狙えん。もっと近づくのだ。慎重に奴の目を狙え。あまり無理をするな。くそ、あれだけの攻撃でまだ動けるのか。合体した奴の生命力は侮れぬということだ。
け。2033年おい、もうやめろ、エミール。エミール。いな、エミールはおらぬ。ここにあるは最強兵器の本能のみ。皆さん、ごめんなさい。僕のせいで罪のない人まで。けど、エミールは俺たちを救ってくれたじゃないか。エミールがいなければ俺たちは死んでたよ。ありがとう。でも僕いいんだ。もう振り向くな。とにかくこの村からは出よう。そうだな。切ねえよな、ここな。魔王の正体について何か新たな情報が見つかったかもしれない。一旦村に戻ろう。わかった。ポポルさん。あ、おかえりなさい。魔王の城の鍵について何か手がかりは見つかりましたか？ごめんなさい、もう少し時間がかかりそうなの。そうですか。ポポルさんが暗号の解読に集中できるよう俺にできる仕事はないですか？そうね、そうだわ。赤いカバンの船頭さんを知ってるわよね。最近彼が仕事を休んでいて、海岸の町まで様子見をお願いできないかしら。わかりました、任せてください。解読は進めておくから安心して。好き。あ、
スチェック。ああ、そっか。だから左上の。石の神殿にいた魔物だな。なぜこんな場所にあるんだ。さあな。ロボット山にいた面倒な機械だ。こうして見ると可愛いものなのだが。少年の形をした置物。ポポルはこういうのが好きなのだろうか。少年、これは崖の村で見た魔物の集合体だ。なんでこんなものが。あと一個があれか。少年、この状況前にも覚えがあるな。あの夫婦のことだ。また喧嘩でもしたのだろう。今度は喧嘩に巻き込まれぬようくれぐれも気をつけるのだぞ。早いかなって。めんどくせえ。あんたか。私の人生は終わりよ。どうしたんですか。あなた方は船頭の夫がお世話になっている。一応聞いておくが、一体何があったのだ。実は夫とまた喧嘩しちゃって、夫が家出を。どうせそんなことだろうと思ったぞ。でも夫が悪いのよ。私が大切に取っておいたリンゴを10個も食べちゃうんだから。それはすごいですね。私も言い過ぎたけど、でもまさか1週間も帰ってこないなんて。わかりました。俺たちが探すのを手伝いますから。本当？嬉しい。よろしくお願いします。私を一人にするなんて、帰ってきたらきつく言って聞かせないと地獄を見せてやる。それが帰ってこない原因なのではないか。結局巻き込まれたな。以前のように酒場で聞き込みをしてみるか。あ、こんなところに。お父さんの作るお花すごく綺麗なんだよ。夫とは5年前にお仕事の関係で知り合ったんです。それから1ヶ月経たないうちに結婚したんですよ。いいじゃない。いや、久しぶり。元気か。ええ、おかげさまで。フリージアの花の売れ行きも順調ですよ。そうか、よかったな。そこにいるのは。はい、僕の家内と息子です。そうか、結婚したんだな。ええ。あ、そうだ、お仕事を頼みたいんですが、いいですか。はい。なんだ。アメンの町でフリージアの花を欲しがっている人がいるそうで、届けてあげてほしいんです。他の方には頼みにくい場所なので、お願いできますか。素材屋を営んでいる方だそうです。仮面の町だな。わかった、引き受けよう。ありがとうございます。今そっか、船が使えないからめんどくさい感じなんだな。フリージアという漫画がありまして、あれはいい漫画だった。こんにちは。赤いカバンの男を探しているんです。心当たりはないですか。なあに、あの夫婦また喧嘩でもしたの。
実は旦那さんが家出したみたいで、よくあることなんですか？今じゃ嵐の喧嘩夫婦なんて言われて町の名物だからね。旦那さんは図書館のある村の出身だから、そっちに帰ってるのかも。確かお兄さんが村の衛兵だって聞いたような。わかりました、話を聞きに行ってみます。あなたよく見るとなかなかハンサムね。一緒に飲んでいかない？いえ結構です。あの時のお姉さんか。あら気が変わったの？一緒に飲んでいく？結構です。こういうところはやっぱりね、ニーヤさんはなんかね。まさかあの喧嘩夫婦が町の名物になっていようとは。驚いたな。でもなんとなくわかるよ、あの喧嘩っぷりからは元気をもらえる気がする。正気か？我はげんなりするが。上げて落とす、流水商船の逆だな。そういえば前に奥さんが家出した時も南平原を探したな。そうであったか。あれからいろいろなことが変わってしまったけど、あの夫婦みたいに変わらないものがあるってことがなんだか嬉しく感じるよ。あの夫婦はもっと成長すべきだと我は思うかな。あの旅ガラスみたいなのいいっすよ。やあこんにちは、何か用かい？海岸の町にいた赤いカバンの男、水路の船頭がどこに行ったか知らないか？家族だと聞いたんだが。ああ、あいつなら俺の弟だよ。しばらくこっちには帰ってきてないが。今どこにいるのだ、その弟は？知らないな、最近会ってないし。そうか。ああ、でも弟は船で手紙を運んでるって言ってたから、郵便局の人が知ってるかも。郵便局か。海岸の町の配達員から話を聞けそうだ。やれやれ、また戻るのか。電話がないですからね。ん？なんか。そっち？ちょ、巨大なさん。おや。何用か。なあ、ちょっと相談があるんだが。急にどうしたんだ？実は最近村の中に魔物が忍び込んでるって噂があるんだよ。そこでちょっと調査を依頼したくてね。村の中に魔物か。こんな狭い村だったらすぐに見つけられそうだけど。それが見つからないんだよ。多くの人が見たって言ってるんだけどな。私怖い魔物見たよ。この子も目撃者の一人？そうみたいだね。僕も全員把握してるわけじゃないんだけど。こっちで魔物見たんだよ。わかったわかった、落ち着いて詳しく聞かせてもらえる？ね、あっちの川の近くで大きな魔物を見たの。川辺あたりか、行って調べてみよう。とうとうこの村にも魔物が出るようになったな。見つけ次第残らず叩き切ってやる。そう簡単に行くかな。どういうことだ？今まで親しくしていた人たちをある日突然切ることができるのか。友人を、子供を、老人を、魔物だという理由で切ることが。それでもやるしかない。ここはヨナが戻ってくる村なんだから。その覚悟を忘れるなよ。川辺ってこの辺じゃないんです？ん？魔物たち自体の強さも以前とは比べ物にならないです。甲冑を着ているやつとか特に厄介ですから気をつけてくださいね。ありがとうございます。
魔物がいた痕跡らしきものすらないな。本当にここで会っているのか。あの少女の記憶違いということも考えられる。子供だからな。もう一度聞きに行ってみるか。うん。君が行ってた場所を見てきたけど、魔物がいた跡がなかったんだ。どこで見たか、もう一度よく思い出してくれる？あ、ごめんなさい。場所間違えちゃってた。見つけたのは図書館前の広場だったよ。記憶違いだったか。よし、行ってさっさと魔物を倒そう。倒そう。勝手に動くのか。特にいないみたいだな。所詮子供の言うことか。待て、川辺とこの場所を間違えるか。他の村人からも情報収集をした方が良い気がするが。そうだな、妙ですな。数日前に魔物っぽい影を見たのよ。人間でいうと子供くらいの大きさだったかしら。あ、衛兵さん。魔物？ああ、確かに見かけたよ。子供も一緒にいるように見えてかなり驚いたな。魔物のような影なら商店街付近で見かけたわ。村人の言うことと少女の言うことが噛み合っていないな。もう一度あの少女を問い詰めてみるべきだ。なんだか話が違うようだな。どういうことだろう。誰かが嘘をついているということだ。嘘？誰かが俺たちを騙そうとしているのか。さあな、単なる勘違いかもしれぬ。だが嘘をつく必要があったのかもしれぬ。めっちゃ見ながら言ってる。怒らないから正直に話してくれるかな。どうして魔物を見たって嘘をついたんだい？違うの。私、大きくて怖い魔物を見たの。では一つ教えてくれ。魔物を見なかった場所はどこだ？北門の近くとか西の高台とかでは見かけてないよ。そういう感じね。違った。あ、いたぞ。あの子はこの魔物をかばっていたのか。だが倒さねばならぬだろう。人間は魔物と共存することなんて絶対できない。ああ、倒した。依頼人のところへ戻ろう。もうだからもうあれだよね、まあ、終盤っつうのもあるけど、まあでも匂わせが多くなってきてる。ありがとうございました。村の中に魔物がいたら安心して眠れませんからね。あの女の子は、あんたか。歌姫のとこ行くか。
今は仕事の依頼は来ていないようだな。また時間がある時にでも寄ってくれよ。あれ、今なんかでも出てたよね。そうか、デボネーが言うならそうなんだろう。あと海岸に戻らないといけなかったっすよ。男一人を探すためにこれほど往復する羽目になろうとはな。たまにはこういう人助けもいいじゃないか。嵐の前の静けさでないことを祈っておるぞ。そういえばお前は手紙を書いたことがあるのか。あるけど書くのは苦手だな。なんて書けばいいのかすごく悩むんだよ。愚かな。手紙など己の魂の叫びをひたすら紙に叩きつけるだけの行為だというのに。分かった分かった。いいこと言うね。